こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。カート取得競争の目安。アマゾイス開始半年で10回納品します。その月ごとのカート取得競争、勝ち負けの目安です。1月目、1回目の納品ですね。実績ないんで、ほとんどの、ライバルに負けます。なかなか売れません。売れると思ったけど売れないと。一番この辺、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目。ね、納品回数3回目、4回ぐらいまでは結構しんどいところです。なかなか売れないです。で、4ヶ月目。このぐらいになるとね、きちんと商品見つけて補充してれば、月間取引件数50件を超えるというぐらいになってきます。で、月間取引件数50件を超えるとね、ぼちぼち売れてきます。無在庫の出品者にはまず負けなくなります。そして、半年目、ね、もう納品9回目、10回目になってくると、月間取引件数100件を超えてくると。こうなると、補充した商品ではほとんど負けなくなります。ね、初めて売った商品で売れて補充しますと言った場合にはね、ほとんど負けなくなります。またこのぐらいになってくると、ね、以前売れなかった商品のアカウントが、以前売れなかった商品が、ね、アカウントが育って売れるようになってきます。1ヶ月目、2ヶ月目に送ってね、売れないなと、ね、カート取れてるのに売れないな、あるいはカート取れないなと思ってたものがね、カート取れて売れるようになったり、また売れてくるようになってきます。で、もし、ね、6ヶ月以上アマゾン輸出に取り組んでるのに、カート競争で負けっぱなしと、ね、補充してもカート競争で負けちゃうとか、同じ値段なのにカート取れないとかね、同じ値段になった時に、ね、カート取られちゃうという場合はね、これね、商品の選び方、ね、あるいはね、やんなきゃいけないことやってない。やんなくていいことやってるというようなね、戦略の間違いが考えられます。そんな場合にはご相談ください。カート取得競争、ね、初めは弱いと、ね。育ってくるにつれてどんどん強くなっていって、商品探しやすくなってくる。売りやすくなるというのがね、ありますので、初めはしんどいのは当たり前というのをね、ちょっと説明しました。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。